遊びたいモードを選んでね。リズムゲーム、2人でリズムゲーム、このモードに決まり。まずは左のお友達からアイカツパスをスキャンしてね。通信中だよ。準備 OK。次は右のお友達の挨拶パスをスキャンしてね。通信中だよ。準備 OK。 プロフィールだ。遊びたいモードを選んでね。2人で協力。遊びたいステージのタイプを選んでね。キュート。遊びたいステージを選んでね。左のお友達のアイドルを選んでね。頑張れよ。右のお友達のアイドルを選んでね。頑張れよ。セルフプロデュース、スタート。トップス、すごい。ピュアパレット、ジュエリングフィーバーが出せるよ。このステージおすすめのフレーズドレスとピュアパレット、ジュエリングフィーバーが出せるよ。ピュアパレット、ピュアパレット、このステージおすすめのフレーズドレスとね。ボーナスゲット。メンバーとコーデを揃えるといいことがあるかも。やったね。ドレスの輝きでボーナスゲット。ものすごいオーラだね。アクセサリーの効果がついたよ。新作ドレスのボーナスがついたよ。始まるよ。セルフプロデュース、スタート。トップス、ボトムス、シューズ、アクセサリーの4枚の、すごい。マテリアルカラー、マテリアルカラー、ジュエ、マテリアルカラー、マテリアルカラー、ジュエリングフィーバーが出せるよ。スペシャルコーデ、文句なしのベストコーデだね。最高に輝いてるよ。このステージにぴったりだね。やったね。ドレスの輝きでボーナスゲット。完璧コーデボーナス、ドレスボーナス、始まるよ。このメンバー
私たちの思いを合わせよう。ダイヤを引っ張って上に飛ばしてね。これはすごい。すごい、ジュエリングレアドレスだよ。レアドレスだ。アイカツカードにしたいドレスを選んでね。するモードを選ぶ。この決定、ポーズを選んでね。背景を選んでね。アイカツカードをデコってね。好きなフレームとデコをカードに重ねてね。私たちの思いを合わせよう。ダイヤを引っ張って上に飛ば、これはアイカツカードにしたいドレスを選んでね。下画面でドレスをタッチ、ビビッとお付きよ。盛り上げ、エクセレン。王女の誇りにかけて、カードにする。この決定、ポーズを選んでね。背景を選んでね。アイカツカードをデコってね。好きなフレームとデコをカードにする。